おはようございます。新風会公明の竹内和順でございます。この度の勝山市市長選挙におきまして、水上幹夫氏が当選されましたこと、心よりお祝い申し上げたいと思います。また、今期で最後となります山岸市長におかれましては、この5期20年間勝山市を引っ張ってきていただき、リーダーシップを発揮されましたことに対しまして、敬意と感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今ほどは丸山議員より、山岸市政の5期20年間の振り返りというふうなお話がございましたけど、私は山岸市政において、エコミュージアムということについて、特に、質問をさせていただきたいなというふうに思います。平成12年に山岸市長就任以来進めてこられましたエコミュージアムによるふるさとルネッサンスの実現を基本理念に、勝山市が地域主権の時代にふさわしい自立した自治体としてさらに進化するため、市民と一体となってエコミュージアムによるまちづくりを進め、市民の元気を創造し、ふるさとの魅力を醸成することを目指してこられました。エコミュージアムとは、市民自らが町の魅力を発見し、それを磨いてアピールしていく事業のことで、持続可能な町づくりの一環としての施策と理解しています。日本全体で少子高齢化が進展し、地域における人口減少問題が喫緊の課題であり、勝山市においても人口の減少が急速に進んでおり、人口減少が地域経済の縮小を呼び、経済縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥ろうとしています。勝山市においてもこうした状況を踏まえ、人口減少問題の克服緩和に向けた地方創生の実現に向けた総合戦略が組まれたものと考えます。この市長就任期間の5期20年間を振り返り、エコミュージアムによるまちづくりの構想についての思いのほどをお願いしたいと思います。山口市長。先ほど丸山議員にお答えしましたように、私はあなたと一緒に21世紀の勝山を作りますというキャッチフレーズに、市民共同型、市民参加型の姿勢、これを展開するということを目指しまして、就任直後からふるさとルネッサンスの理念をその施策の柱として掲げました。さらにこのふるさとルネッサンスの実現に向けて、まちづくりを具体的に推進するための手法として勝山市エコミュージアム構想を提唱したのであります。この構想のアイデアソースは、当時勝山青年会議所の理事長でした中西康介さんからいただきました。彼から熱心な話を聞くほどに、私が考えていた勝山市のまちづくり、ふるさとルネッサンスの理念を具体化するのにぴったり整合する手法だと直感をいたしまして、さらに構想を練り上げました。それは勝山市全域を屋根のない博物館と捉えて、その中の各地区は博物館を構成しているそれぞれのブースであり、地区民はブースを盛り上げる学芸員のように意欲的にその活動に参加するという構想であります。現在の勝山市はご承知のように昭和の大合併前の1町8か村、それ以前に勝山町と合併した猪瀬村を含めると10地区の集まりです。それぞれの地区が固有の風土と歴史を持っております。しかしその価値を認めて継承しなければ、いつかは忘れ去られてしまいます。そこで自分たちが生まれ育った土地の過去を遡って、
その中に有形無形の価値を探し出し、それを地域の宝として確認をし、広くアピールしましょう。小学生からお年寄りまで全員でその地域固有の宝を再発見しましょうと呼びかけました。また一方、この事業を市の根幹政策に位置づけるためには、第4次総合計画に入れ込むことが必要でした。しかし、私が市長に就任したときには、すでに総合計画の基本構想は出来上がっていたために、平成13年3月を策定目標として、検討を進めていた基本計画を再度精査することといたしまして、平成13年度の1年間をかけて、総合計画の全面的な見直しを実施しいたしました。そしてすでに出来上がっていた基本構想の理念と気を一にするふるさとリネッサンスの理念に沿って、その手法の一つである勝山市エコミュージアム構想の考え方を基本計画で具体化したのであります。基本計画では、これまでの議論を踏まえて、勝山市エコミュージアムを推進していくための主要施策について盛り込むとともに、勝山市エコミュージアム推進計画を今後の勝山市のまちづくりの基礎とするということを明記しております。ここまでがエコミュージアム誕生の原点であります。そして平成14年10月に勝山市エコミュージアム推進計画が策定され、私はその序文にこのように記述をいたしました。戦後の復興、高度成長、そしてバブル経済に至るまで、我が国はひたすら物の豊かさを追求してきました。しかしながら21世紀を迎えて、豊かさを図る尺度が明らかに変わり、価値観の見直しが始まっています。勝山市の復興再生には、この新しい価値観に基づいた豊かさが求められております。では、勝山市の豊かさとは何でしょうか。市民の皆さんと共にそれを探し出して発掘し、市民自らがしっかりと認識することから第一歩が始まります。勝山市独自の自然や風土、伝統や歴史、そしてこの地に培われてきた特有の文化とコミュニティによって成り立っている地域の力、それらを再発見することによって、勝山市の魅力ある個性と特性を自信を持って表現することができるのです。それは地域の誇りにもつながります。地域に誇りを持つ人々を一人でも多く増やしていくことは、まちづくりにとって非常に大切なことです。誇りを持つことによって、地域の伝統、文化の継承保存や、地域環境の保全、さらには地域づくりに取り組む住民の自主性が喚起されます。そして過去の遺産だけでなくて、現状を見つめ直し、自信を持って未来へと発展させていく新しい視点が開けてきます。エコミュージアム構想によるまちづくりは、このような新しい価値観による豊かさの実現を目指しています。市民のアイデンティティを確立し、生き生きと心豊かに安心して暮らすことができる誇りの持てる町を作っていきます。そして勝山市の新しい活力の創出につなげていきます。このようにスタートいたしました勝山市エコミュージアムは、市内10地区に町づくり団体が設立されまして、それを構成する勝山市エコミュージアム協議会が組織されました。そして各地区では、さまざまな有形無形の事物を確認、発掘することを目的とした地域遺産のマップや看板を作って、遺産巡りウォーキングなどによって、再発見した地域の遺産を地域の宝として再認識することから始まりました。我が町元気発掘事業として始まったこの3年間の取り組みは30事業に及び、今も定着している代表的なものとして、おそわ町の地域住民が、カタクリの花の単勝登山コースを設備整備管理する事業、北谷町の冬の保存食、サバの慣れ寿司を地域特産品として復活し、販売につなげた事業、また荒戸町では地域の産業であった木炭生産を炭焼き窯で復活した事業、および野向町の昔栽培していたエゴマを復活して、エゴマ油を生産する事業などがあります。平成17年度から19年度の3年間は、元気創造事業、平成20年度から22年度の3年間は、元気発展事業として展開をいたしました。そして次の平成23年度からは、10年間のまちづくりの指針となる第5次勝山市総合計画の事業年度と重なったことから、その基本理念に第4次に引き続いて、エコミュージアムよりふるさとルネッサンスの実現、
小さくてもきらりと光る誇りと活力に満ちたふるさと勝山を掲げました。こうして10年が経過をいたしまして、いわば第2期に入ったエコミュージアム事業は装いを新たにした我が町魅力事業として第5次勝山市総合計画に組み込み、平成23年度から25年度の3年間を魅力醸成事業、平成26年度から28年度までを魅力発行事業、そして現在29年度から31年度まで魅力発散事業として引き続いて展開しております。これまでの20年間ニーズを生かして参加しやすくするために、3年ごとにさまざまに事業の改良をしてまいりました。事業対象者を地域にとらわれることなく、NPO や市民団体にも拡大し、さらに補助事業を、補助制度を一律交付型からエコミュージアム協議会と共同して公開審査を経て補助額の決定を行う企画提案型の方法としております。またチャレンジ部門を作って、若い人や中高生へも参加を呼びかけ、参加グループの幅を広げたことや活動の自立を誘導する方策として、内容を精査して助成率を年々下げていくこと、環境に配慮した事業を推進するための環境加算助成金を設けることなど、事業内容の改定も行ってきております。このような改定は会員で構成するエコミュージアム協議会の中で協議決定してきております。このようにさまざまな経過があって、市民が実施した事業の総数は現在まで92団体が383事業を行い、その事業に対する助成額の総合計は1億1700万円となっております。ご承知かと思いますが、いくつか例を挙げますと、白山平泉寺の由緒と工房を歴史漫画として出版した事業や、越前全浄土修験者マラソン、クリーンナップ九頭竜川イベント、三義町林保存会による後継者の育成講習会、地域の伝統行事、谷の林込みの復活に対する助成、音楽家の卵たちコンサート、北部中学校生徒の環境活動等、内容もバラエティに富み、多岐にわたっております。また、前述したサバの慣れ寿司は企業組合、エゴマは株式会社を作って、地域特産品として販売体制を確立し、地域産業として成長いたしました。エコミュージアムのエコの概念はエコロジーでありますけれども、これらの復活はエコノミーとしても地域の活力を引き出しました。さらにユニークな事業は、北谷町小原集落の再生と活性化プランが挙げられます。人口わずか1人の限界集落で、古民家再生やエコツーリズムに取り組んでいる市民グループがエコミュージアム事業をきっかけとして成長し、平成27年に JTB 交流文化賞最優秀賞、平成28年に総務省のふるさとづくり大賞、内閣総理大臣賞を受賞をいたしました。18年にわたる事業経過の中で、エポックメイキングなことは、2009年10月に勝山市全域をエリアとした恐竜渓谷福井勝山ジオパークが日本ジオパークに認定され、その活動をエコミュージアムと共同させたことであります。ジオパークとはご承知のように大地の公園の意味でありますけれども、近年日本ジオパークネットワークでは地質遺産を含むさまざまな地域の資源を生かしてジオパークに人を呼び、交流を盛んにして町づくりに生かすことを大きなテーマにしております。勝山市では長年培ってきたエコミュージアムでの町づくり活動の手法をこのジオパークに生かすために、ジオパーク協議会の中にエコミュージアム協議会を組み込み、いわばジオパーク活動の原動力としているのであります。活動の成果の一つとして、市民と行政が一体化して観光の産業化を図る第三セクターの観光をまちづくり株式会社が平成29年6月に設立され、日本版 DMO の認可を受けて事業を開始しております。このように展開してきたエコミュージアムからジオパークに至る最大の効果は、この理念を小中学生の教育に生かして、京都の歴史学習や ESD、 これは持続可能な開発のための教育でありますけれども、これなど自然環境の保全活動に取り組んできた結果、勝山市が好きだという生徒の割合が増えてきたことであります。市教育委員会が昨年度、市内の小学3年生から
中学3年を対象に取ったアンケートによると、約9割が住んでいる地域が好き、地域に誇れるものがあると考えて、答えており、また約8割が地域の役に立ちたいと考えています。ふるさとに愛着と誇りを持った次世代が着実に育っているということに、未来への大きな期待を寄せております。これまでエコミュージアム活動に参加していただいたすべての方々に心から御礼を申し上げます。その中の一人として、松山市議会議長には、議員就任前の平成17年から平成19年まで、2代目の協議会会長としてご尽力をいただき、誠にありがとうございました。この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。ちょっと長くなりましたが、私の根幹政策であります、エコミュージアムについて、質問がございましたから、ちょっと熱が入った答弁になりました。どうも、本当に長い間ありがとうございました。よろしくお願いします。竹内議員、本当にどうもありがとうございました。私もこのような馬籍で議員として、市長、そして行政とお話しする機会をいただいて、やはり一番の印象は、このエコミュージアム構想、ふるさと ルネッサンスでのこのまちづくりというのが一番印象に残っています。今ほど市長よりルル、382事業ですかね、本当にこの改革、開拓をされてきた方だなというのをつくづく感じます。勝山の豊かさとは何かというふうなお話ありましたけど、地域の誇りというふうなお話も、私も福井にずっと勤めていて、あんまり勝山には縁というか考えなかったんですけど、まあ、このような形で勝山って本当にいいとこだなっていうのはつくづく感じさせてもらいました。市長の思いが、市の行政の方と地域の方とが一体となってこの町づくりを実現されてきたんだなというふうに思います。新市長におかれましてもその思いといいましょうか、引き継いでいただき、さらなる新しい勝山を作っていただきたいということを大きく期待したいというふうに思います。それでは、2点目でございますけど、新型コロナウイルスによる財政の影響についてお尋ねしたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の都道府県と市区町村の 88% が財政悪化を見込んでいると全国自治体のアンケートで分かったとのこのほどの新聞報道がされています。感染防止対策や冷え込んだ地域経済の活性化策の財政負担に加え、今後の税収減を懸念していることは勝山市にあっても例外ではないと思われます。自治体支援としては、政府は総額3兆円の地方創生臨時交付金を創設していただいたものの、交付金だけでは賄いきれず、財政調整基金を充当せざるを得ない自治体も出てきています。福井県は外出自粛等による消費の落ち込みや企業業績の悪化が見込まれ、県税収入の大幅な減少が懸念されると、また福井市は来年度の当初予算編成が困難になると予想されるとアンケート回答されています。また仕事や雇用を失い生活に困窮する人々の増加を防ぐとともに、ウィズコロナに適応した社会経済システムを構築するため、財政支出の拡大は避けられないと国に対策を求め、交付金の追加あるいは交付金の増額を求める声も出ています。もちろん国にばかり求めるのではなく、自治体独自の策として地域経済の回復による税収増に向けて中小企業を支援する、デジタル化による業務効率化、
町内倹約、意識啓発と経費削減等の回答も見られます。投資の懸念材料、そして財政再建策をお伺いしたいと思います。また次に、令和3年度新年度予算編成についてお尋ねしたいと思います。国において年末に決定される当初予算案についても、過去最大だった令和2年度の102兆6580億円を上回る可能性が高くなっている一方で、地方財政収支では原資となる国の税収減少等により、地方交付税総額が減少し、地方財政の急激な悪化は避けられない見通しです。このように国県の予算編成等が明らかでない現段階において、本市の財政運営について的確な見通しを立てることは極めて困難ですが、歳入面ではその期間を占める地方交付税の削減が見込まれ、さらに市税等についても新型コロナウイルス感染症の影響等により大幅な減少を余儀なくされることから、財源不足は明らかであり、新年度予算編成に対してはかつてない厳しい状況に陥ることが想定されます。こうした厳しい中にあっても、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と新たな日常の構築に向けた地域経済の活性化の両立、将来を見据えたまちづくりを進めていく必要があり、より効率的、効果的な財政運営が求められると思います。以上を踏まえ、令和3年度予算編成についての市の見解をお伺いしたいと思います。小沢財政課長。私からはまず令和2年度の新型コロナウイルス等々による財政の影響についてお答えをいたします。本年1月の国内での感染発症以降、感染が全国に広がり、3月2日には国からの要請を受け、全国の小中学校、高校等で休校、福井県でも3月18日に感染第1例目が確認され、4月16日には緊急事態が宣言、5月14日に解除されたものの、全国的に見れば、今日現在も感染拡大傾向が続いております。このような中、市長の一刻も早い不安の払拭や経済対策が必要という考えから、国の対応を待たずして、4月17日付、先決予算を編成し、中学生以下のお子さん1人につき6万円を給付する、加瀬真子元気応援臨時給付金、また、飲食店を応援するための勝山飯、お持ち帰り、出前、キャンペーン事業などで取り組みました。また、国の補正予算により、国民全員に1人10万円を給付する特別定額給付金事業についても、一日でも早く市民に届けたいという市長の指示の下、4月30日付で関連予算を先決処分すると同時に、早期の給付完了を目指しまして、職員一丸で取り組み、県内自治体では最速の8月7日に全振り込みを完了したところであります。その後も6月、7月先決、9月、そして今回の12月補正というところを通じまして、議員各員のご意見やご理解をいただく中で、例えば高校、大学生への特別奨学金制度の創設、これは特に議員の方々の意見にですね、即応して取り組んだ事業でございます。またこれらのほかにもですね、教職員を含めたギガスクール構想、1人1台パソコンの導入、医療、福祉従事者等への支援、中小企業や個人事業主等への利子補給や事業継続応援給付金、飲食店等への飛沫対策補助金、地域の活力やコミュニティを取り戻すための地域活動再生交付金、公共交通機関の支援など、60を超える感染症対応事業を展開しております。その事業費につきましては、総額33億5000万余りということになっており、これらの事業費の財源につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとする国庫補助金や補正予算債等で措置しております。この地方創生臨時交付金につきまして少し詳しくご説明を申し上げますと、人口など一定のルールにより算定され全自治体に交付される第1次第2次交付金分約5億1200万円と、国の補正予算に伴うコロナ対応事業費を補助事業を実施した場合その地方負担額相当額が加算算定される第3次交付金分というものから成り立っており、当市では第3次分として約1億2600万円の追加交付を見込んで予算化しております。特にこの3次交付金の中では新たに普通建設事業を実施した場合その地方負担額に今年度財政措置率の高い補正予算債を充当できるというした上でソフト事業と同じく地方負担額全額が交付金に加算され臨時交付金ですね加算され事業費以上の財源が確保できるという仕組みになっております。県内9市では唯一勝山市だけがこの制度を活用し県内最多の約1億1400万円が追加加算されるという見込みでございます。このような財源確保策を講じることで先ほど申し上げました事業費総額をおおむねカバーできるというふうに考えております。次にコロナ禍における令和3年度予算編成についてお答えをいたします。総務省が毎年地方公共団体の予算編成の指針として公表している地方財政の課題、いわゆる地方財政収支の仮試算というものでございますが、地方税は過去最大と見込んだ令和2年度の 40.9 兆円から 38.2 兆円と、新型コロナウイルス感染症の影響から大幅な減収見込みとなっており、加えて交付税の原資となります国の交付税特会入口ベースでの国税4税法定率分も 1.4 兆円の減という関係上、交付税特別会計出口ベースでの財源不足を解消するため、赤字国債であります国の臨時財政対策債、これを令和2年度比 2.1 兆円増額いたしまして、現行の地方交付税制度の仕組みとして、地方が発行する臨時財政対策も含めますと、地方交付税が増額というふうに今、示されております。当市においても、現在予算編成作業の中で精査中でありますが、コロナ禍の影響は先日の全員協議会で説明させていただきましたとおり、中期財政見通しの状況というふうに見込んでおります。市民税につきましては、リーマンショック後と同じ程度の影響が出ると見込んでおり、固定資産税についても経営者支援対策として減額制度が導入されることになっておりますので、全体で大きく減額になるという見込みでございます。地方消費税交付金等も減額が見込まれ、地方特例交付金等にて補填される額を考慮しても、コロナ禍の影響額では約1億円弱の一般財源が減額となると見込んでおります。加えて、令和3年度につきましては固定資産の評価外の年度に当たります。これは大きな減額の要因と勝山市においてはなります。また、普通交付税の算定も、令和2年度国税調査人口に置き換えということになりますので、交付税だけでも約この人口減だけでも約1億5000万前後の減額になるという見込みでおります。当然、財政運営を取り巻く環境はさらに厳しいというふうに考えております。しかしながら、将来の新しい勝山に向けた投資につきましては、着実に積み重ねていくということが重要であります。令和3年度当初予算においては、10月に各課に通知いたしました予算編成方針でも、シーリングの設定は行っておりません。まあ、シーリングといいますのは、俗に言われます要求上限額というものですが、これは行わずにですね、その要求をもとに現在、予算編成作業を行っております。一般財源が減収になるということで、新規の事業を抑える一方ではなく、これまで築き上げてきました国や県とのパイプをさらに太くし、新たな財源を確保する中で、きらりと光り、市民の笑顔あふれる勝山になるよう、本格的な観光の産業化など、新たな施策にも積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。併せてデジタル化の推進による行政の高高度化にさらに努め、さらなる行革に取り組んでいく中で、長期的な展望に立った基金の活用なども視野に入れて、収支バランスや財政規律を重んじた財政運営を行ってまいりたいというふうに考えております。
竹内議員。どうもありがとうございました。コロナ禍における、財政の影響というようなことで質問させていただき、現在勝山市ではおかげさんで感染者ゼロというふうな、本当に市民の皆様、行政の皆様ともどもですね、頑張ってきているというふうな感じでありがたいなというふうに思います。でもその中で財政の逼迫削減というふうなことで、しんどいんですけど、財政課長よりやはり平成からの県国とのパイプがあればこそ、そんなに勝山だけいただいたというお話もありましたし、すごいなというような感じをいたします。また平成3年度の予算編成においても、厳しい中にもやはり勝山独自、シーリングをしないというふうな、上限を設けずにさらなる、企画をというふうなお話もあり、よく言われる、この機をチャンスと捉え、さらなる、事業といいましょうかね、そういうのを展開していってもらえるというふうに、期待したいというふうに思います。3つ目ですけど、健康長寿について、質問させていただきたいと思います。人生100年時代、仕事が変わるのと同様に住む場所を変える人も多くなってきています。今住んでいるところ、夫婦どちらかのふるさと、はたまた第三の新天地、健康で長生きできる場所はどこにあるのか、日本一健康で長生きできる県はどこなのか、人はどこに住んだら元気に長生きできるのか、全国47都道府県の平均寿命と健康寿命のランキングが紹介されるようになってきました。長生きの度合いを測る平均寿命はもちろん気になるところですが、近年注目を集めているのが健康寿命でございます。調査ではこの25年で全ての都道府県で平均寿命、健康寿命ともに伸びているという結果が出ました。ただしその伸び幅には各都道府県で差が出てきました。つまりこの25年の間、地域間の健康格差は広がったと考えられるというのです。調査グループの代表であります、渋谷健治東京大学教授がそのように解説されています。平均寿命、健康寿命とも上位を見ますと、ベスト3は滋賀県、福井県、長野県が入っています。幸福度ランキング1位の福井県や県を挙げて健康長寿日本一を目標に掲げる長野県が上位に食い込むのは納得の結果と言えます。しかし両ランキングで健康有名県を抑えてトップに輝いたのが滋賀県でございます。滋賀県の健康寿命推進課担当者は、特別な事業を行ったわけではありませんと、科学的根拠に基づいてヘルスプロモーションの理念に沿って地域活動を行ってきました。県保健所、市と町がそれぞれの役割を応じて PDCA サイクルを着実に実行できていますと話しているようでございます。そこで勝山市にあっては、健康長寿の松井勝山を目指して市民、地域、行政が協力し、第4次健康増進計画に基づき健康長寿の延伸や生活の質の向上を目的とした健康づくりを進めてきて、健康で長生きするための食生活や運動習慣の獲得等、健康長寿に対する市民の皆様の
意識も高まってきていると認識しています。このほど福井県立大学理事長の山田健一氏のエッセイが新聞に紹介されていました。内容は福井県立大学杉本学術教養センター長の3世代近況の健康長寿学の研究成果の紹介です。健康長寿を福井県のブランドにとなったのは平成12年2000年の国勢調査において男女とも平均寿命が2位という結果が出たのがきっかけとのことです。昔ながらの食べ物、清らかな水や豊かな自然があるから長寿なんだと言えるだろうか。杉本教授らは福井は昭和20年代前半まで最も平均寿命の短い県の一つであった、したがって食や環境が長寿をもたらしているとは言い難いとしています。この研究のポイントは家族の地域の人のつながりが豊かであるという社会が心をすなわち精神状態にさらに体にプラスに作用し健康長寿が持たされているということでございます。特に3世代近況であると申しています。子どもの世帯は同居しない場合でも親の近くに居住するケースが多く、今回のアンケートでは6割近くの人が30分圏内に親か子がいると回答しています。頻繁に行き来し、日常的なコミュニケーション、育児や介護の手助けや見守り、急用や緊急時の援助、継続的な支援等を通して総合扶助的なつながりを維持していると言われています。近況という社会は単に昔からの古いやり方を堅くなに守ってきたのではなく、時代に応じて変化させ、新たに創造し続けているという見方ですと。最後に、人の距離がキーワードとなってリモートが浸透し、それは必要な暮らしのイノベーションなのだと思う。ただ、それが少しばかり変もないと感じるのはなぜか。心の平穏にとって、体の健康にとって、濃密な家族や地域のつながりの社会が欠かせないからだろう。そして自分にとって大切なものは何かを改めて知ることになると結ばれています。当氏の健康長寿に関する見解をお伺いしたいと思います。桜井健康長寿課長。健康長寿についてお答えします。市では令和2年3月に第4次勝山市健康増進計画を策定し、令和2年度から5年間の健康づくりの目標とその実現のための方策を位置づけました。この計画は急速な少子高齢化に伴う子育て環境の変化に対応した支援、人生100年時代を迎え若い頃から生涯にわたる健康づくりの推進、医療人材の不足に伴う地域医療の確保など社会的な背景を考慮し積極的に健康づくりに取り組んでいくものです。また市民行動目標として健やか勝山12か条を作成しました。その内容は第3条しっかり睡眠、ゆっくり休養、減らそうストレス、第7条挨拶でつながろう、地域の行事に参加しようなど心の健康づくりや地域のつながりを含んだ内容となっております。この計画と同時に誰も自殺に追い込まれることのない勝山の実現を目指して勝山市自殺対策計画を策定しました。第4次健康増進計画と自殺対策計画を推進することで体と心の健康づくりに積極的に取り組み、健康長寿で笑顔あふれる
健康の町勝山の実現を目指していきます。竹内。竹内議員。どうもありがとうございました。だいぶ長いこと質問したんですけど、第4次健康増進計画、最後言われましたこの笑顔あふれる勝山って言われて、行政も自ら見本と言いましょうかね、職員の皆さんも笑顔で仕事してもらい、笑顔で対応し、それをみんなに振り分け、地域とつながって、笑顔の勝山にしてもらえればなというふうに思います。ありがとうございます。それでは最後の4番目の質問をさせていただきます。糸魚の保全活動についてお願いします。昨年の9月平泉寺白山神社境内の、みたらし池において、糸魚が生息していることが発見されました。糸魚といえば今や絶滅危惧種で、全国でも数箇所でしか見られないお魚でございます。隣の大野市が糸魚の生息域の南限で、本願生図糸魚生息地として生息地が国の天然記念物に指定されています。まあ、そのような貴重な、魚がここ勝山市の平泉寺にも生息していることが分かりました。そこでこのほど平泉塾主催で平泉寺白山神社みたらし池に生息する糸魚の保全活動学習会が開かれ、地域住民40人ほどの方の参加があり、講師は糸魚研究の第一人者であります大野本願生図糸魚の里館長でもあられます岐阜協立大学森誠一教授を招きしての講演、糸魚の生態や池での生息状況保全に向けた取り組みについてのお話がありました。平泉寺の糸魚は大野の糸魚と、遺伝的には同じグループに属されていて、まあ、形態的に平泉寺の環境に馴染んできているのではないかと、顔は、馬面ではなくちょっと短い、口先も短く、まあ、おちょぼ口だ、まあ、これはあの森先生の言葉でしたけど、それと、まあ、婚姻色の、黒色色素が多いとのことでした。最後に、保全活動については研究者と行政、地域住民が三位一体となって守るため三者が交流できる仕組み作りが大事であると指摘がありました。研究者は科学的な根拠のもとに保全を考え、行政は規則、条例、ルールの環境整備と事業化、地元は日常活動の中での保全が大事ではないかというお話でございました。この3者の交流組織の構築が必要と確かに思いますが、市の見解をお伺いしたいと思います。法人課長。糸魚の保全活動についてお答えいたします。平泉寺のみたらし池の糸魚は関係者からの聞き取りにより、50年ほど前大野市の本願生図糸魚生息地の水が枯れたときに緊急避難の目的でみたらしの池に放流されたものであることが分かっており、また今回行った遺伝子調査の結果でもそのことが裏付けられています。しかしながら糸魚は福井県の
レッドデータブック改訂版福井の福井県の絶滅の恐れのある動植物で県域絶滅危惧一類に分類される大変貴重な魚であり、市や地元平泉地区の重要な財産であることは間違いありません。貴重な動植物についてはマニアによって捕獲されたり、逆に生存が脅かされるようないたずらがされる懸念などがあり、またこれまでと変わらぬ環境を保つため将来にわたって保全活動を継続していくことが必要となりますが、市として今後どういった支援ができるのか、平泉地区や岐阜協立大学の森先生、県の自然環境課とともに相談をしながら研究してまいります。竹内議員、どうもありがとうございました。ぜひともですね、三者の交流のこの組織をきちんと作っていただきたいなというふうに思います。以上で私の質問、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。